紫外線で撮影されたミラのを紫外線と可視光で撮影されたミラミラはクジラ座のせいである非常に有名な脈動変更性の一つでミラ型変更性の代表とされる2.0等と10.1等の間を約332日の周期で変更するが極大等級も周期も必ず一定になるとは限らないミラは実施連生であり 赤色巨星の主星と番星からなる。ミラー A は赤色巨星の中でも恒星の一生の最終段階である全近巨星分子に属し、毎年2.57太陽質量の割合で質量を放出している。これは400万年で太陽1個分の質量を喪失するペースに相当する。ミラー A は半径や温度が時間的に一定ではない上に、 休憩から外れた、引き伸ばされた形をしているが、平均するとその半径は464プラスマイナス60太陽半径、有効温度は約2800ケルビンと見積もられる。ミラー A が休憩でない理由にはいくつかの説があり、赤色巨星自身の非対称な脈動、非対称に生じたゴミ、番星ミラー B の影響などが検討されている。 ミラー A は他の脈動変更性と同様に星が最も収縮した直後に明るさが極大となる性質を持つ。収縮時には光星が高温となり単位面積あたりの明るさが増すためである。膨張時には逆の現象が起きるのに加え低温の光星大気に光を遮る酸化チタンの雲が発生し、高度の低下に拍車をかけていると考えられている。 ミラビーも不規則に明るさを変化させる変更星であり、変更星名をクジラザ VZ 星という。ミラビーは光着円盤を伴う白色矮星だと考えられている。ミラを連星系として見た場合強制性に分類され、この種の天体としては最も太陽系に近い距離にあるものとされている。ミラの後方には全長約13光年にわたって、 水性脳のような構造が伸びている。これは脈動の過程で放出された構成の外装部の残骸とみられる。通常、構成から放出された物質は惑星上成分になるか拡散して観測できなくなるが、ミラは周囲の生還物質に対して高速で移動しているため特有の構造が形成されたと推定されている。ミラはファブリテウスによって発見されて以来、 長らく神聖と考えられていたため、ロワーへの製図やヘベリウスの製表、フラムスティードの製表などではいずれも神聖として扱われていた。18世紀の後半になって、フラムスティード製図のパリ、第2版で、バリアンテ、ドーパリ、第3版でチャンゲンテと記されており、この頃には変更性として認知されていたと考えられる。1662年に書かれたヘベリウスの著書、 不思議な星の少子の表題から、ラテン語で、不思議なを意味するミラという名前で呼ばれるようになった。実際にこの呼び名が使われたのは、ボーデによる、フラムスティード製図のベルリン版が最初である。2016年6月30日には、国際天文学連合の構成の命名に関するワーキンググループによって、ミラが固有名として、正式に承認された。 しばしば星座名を伴って、ミラ・ケーティーや、ミラ・ケッチと呼ばれた。ミラは、クジラ座の心臓にあたると言われるが、別名のコーレム・セティは、ラテン語で、クジラ座の形を意味する。ヘベリウスは、1690年に出版した、製氷プリドローマス・アストラーノでは、ノヴァインコロ・セキと記している。ありがとうございます。